皆さんこんにちは、今日は1970年代フォークソングを歌う久しぶりです。今日は第23弾、川亮さんの、ラブソングを歌います。川亮さん名曲がいっぱいあるんですけど、私この歌が一番好きです。もしよかったらお聴きください。北の果てから南の町へほっつき歩いて、何と言われようとやめられないんだ、やめられないんだ。住んでみたくなるような街もあったけど、いつも季節変わればそれまでだったよ、うん、それまでだったよ。あのレールのずっと向こう、どこまで行けるのかね、ほんとこの先僕は何をすればいいのかね、落ち着かないんだ。容疑者の薄明かり、夜空をかけてゆく、どこか知らない街で流れ星になるといいね、流れ星になるといいね。あのレールのずっと向こう、どこまで行けるのかね、ほんとこの先僕は何をすればいいのかね、落ち着かないんだ。何と言われようとやめられないんだ、やめられないんだ。あの夜風でさえもきっと誰かに恋してる、いつになったら僕は君を好きだと言えるのかね、君を好きだと言えるのかね。あのレールのずっと向こう、どこまで行けるのかね、ほんとこの先僕は何をすればいいのかね、落ち着かないんだ。傑作ですよね。アートオブマインドの、A 面の1曲目に入ってます。ちょっとね、今までの感じと、過去の3枚のアルバムとはちょっと違う趣の、アルバムがこのアートオブマインドなんですけど、まあ、傑作と呼ばれるだけあってね、もうこの曲で始まるんですけど、ちょっとカントリーっぽいんですね。なんとも言えなくいいですよね。こう一番好きなのが、きっと皆さんもそうかもしれないですけど、どこか知らない街で流れ星になるといいね、流れ星になるといいね、いいですよね。どこか知らない街で流れ星になるといいね。
本当ですよね。なんかこんな、こんな風にね、なればいいですよね。うまいなという、もう、素敵ですよね、いっぱいあって。2分間のバランとね、これは拓郎さんのあの事件についてのね、まあそんなによくは知らないですけど、拓郎さんと川有さんというのは仲が良かったんでしょうね、多分ね、こういう歌を歌えるというのは本当にね、拓郎さんも元気ですね、川有の手紙歌ってらっしゃるんで、すごい親交があったんでしょうね。今日は大好きな、川有さんを歌いました。ラブソング最後までお聴きいただいてありがとうございました。